もしもしカスタマーセンターですか。あのお宅のメーカーのドライヤーについて少々お伺いしたいんですけども、A、あ私都知事の小池恵理子です。<laughs> はい。ああのー、お宅のねメーカーのドライヤーを使っていましたら少々問題が生じまして、A A、お宅のねドライヤーをいつものようにお風呂上がりに使っていたんです。A、いつものように。 東京大改革について考えながらずーっと当てていたんです。ずっと。そうしましたら気がついたら私の頭が大改革されていたんです。<laughs> いやですから私の頭が森戸状態なんです。これは一体どういうことなんでしょう。あの私ねこれから記者会見があるんですよ。このままですと。 あの記者さん言われちゃいますよ知事頭が森戸ですって豊洲じゃないんだから <laughs> あのねこのままですと飛んだ爆笑記者会見の始まりですよ一体どうしてくれるんですかオタクのメーカーに私に対する抵抗勢力があるんじゃないんですかえ私の責任だとそう言いたいんですかいいえこれは東京都全体の問題と認識しております いいですかワイズスペンディングのレガシーはサスティブなガバメントスプリングボードして、えー、セーフティーシティーダイバーシティーをですねあ <laughs> っえた何なの本当にあっもしもしゆりこですドライヤーの消えちゃいましたね <laughs> あのー、要するにね私が言いたいのはお金をくださらないねそうでしょ パーマ代、美容院代よ。そうよ。まあ、そんなた、そんなにたくさんくれとは言わないよ。2000円でわよ、2000円で。ね <laughs> あほら、東京2020あるから、2020円にしましょうか。ねえ、いいじゃない。盛り上げていきましょう。えんできないなんでちょっと、ちょっと、ちょっと待ちなさいよ、あなた、ちょっと。ったくも飛と <laughs> んだ爆笑記者会見の始まりね。